司法書士の重森です。天王寺上本町で司法書士をやっております。遺言書を残しておくべきケースとして、例えば、息子さんがもう亡くなられてて、そのお嫁さんがまだおられるような場合とか、ご自身の財産を、作り上げていく中で、それに、特別に寄与したっていうんですけど、特別手伝ってもらって財産を形成していったような場合には、遺言書を残しておくべきだと考えられます。息子さんが、先に亡くなってるけども、そのお嫁さんと、同居してて、例えば介護とかでお世話になった。そのお嫁さんに財産を残したいと思っても、遺言書をちゃんと書いておかないと、残せないという状況になります。ですので、そのようなケースでは遺言書を残しておくべきケースに当たると思われます。詳しくは当事務所までご相談ください。当事務所の連絡先はこちらになります。以上、司法書士の重森でした。